はいはい、おしゃれ。はい、皆さんどうもようこそお越しくださいました。はい。さて、どうしましょうか。はい。はい。はい、はい、ありがとうございます。これは大切なメッセージをわざわざお届けいただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ記念撮影はい、どうしましょう、写真を撮りましょうか。それで、まだロンドン協会からのプレゼントも差し上げて、そうでした、ね、じゃあそれをいただいてから、はい、じゃあ写真撮りましょうか。これは、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、それはこっちにはまだその紋章の説明書がありますけれども、はい、一応ロイヒボリ教会の紋章で、ロイヒボリ教会は毎年ヘルシンキで花火大会を行って、それでフィンランド桜城を毎年選ぶんです。そうですか、はい、はいはい、どうもありがとうございます。じゃあ、ところどころ、はい、こちらがクイーンで、あちらがプリンセスです。はい、ようこそ来てもらいました。はい、どうもありがとうございます。記念撮影を少し寄っていただけますでしょうか。ちょっとお持ちいただきたいと思います。これは、こちらをしましょうか。じゃあ、こうしましょうか。はい、じゃあ、はい。はい。よろしいですかね。それではじゃあおかけいただきます。はい、ありがとうございます。じゃあ総理から一言よろしくお願いします。はい、はい、今日は皆さん、総理官邸まで、お越しいただきまして誠にありがとうございます。そして、今この大統領からの、親書もいただきました、こうして貴重なこの親書をお届けいただきましたことに感謝申し上げます。そして、桜は日本を象徴する花であると思っております。日本においては、古来より、この桜の花、あるいはその桜の花の華やかな風景を大事にしてくる、こうした文化が育まれています。実は、日本語も理解をされます。そうですか、そうですか。それはありがとうございます。そして、このフィンランドにおいてこの桜を楽しんでいただいている、そして桜を大事にしていただいている、こうした皆様方に、日本人としても大変、この嬉しく感謝を申し上げる次第です。そして今日は日本からもご参加いただいておりますが、こうして皆様方が桜を通じて、日本とフィンランド両国の親善に、努めていただいていること、心から敬意と感謝を表し申し上げたいと思います。ぜひこれからも桜を通じて、国際親善、交流、そして文化の、交流が進んでいくことを、心から期待したいと思います。ぜひ今後ともお力添えをお願いいたします。
総理ね、あの桜の日本の桜の会も去年おととし、50人ぐらいでフィンランド行ったんです。ああ、そうです。安倍総理があの G20 の時にハンブルクでやりました。その時にみんなで行って、それで会フィンランド寄って公園で桜を植えて、その時のこのそのこの人の前の女王かな。はい。うん。そうそうそう。ああ、そういう写真。はい。懐かしいです。安倍総理の時ですから。じゃあよろしいですか。はい、じゃあプレゼント皆さん。